はい、こんにちは。キムタマ TV です。いつもですね、ガチャ動画の前にはこう、よしと気合を入れ直して撮るんですけども、もう、そんなことやるのもなんかもう気持ち悪い。というような感じになってしまいました。モンスターグランプリの方は楽しくやらせていただいてます。昨日ね、一旦グラマスからマスター1に落ちたんですけども、そこからまた、グラマスで積んで、今のボーダーが多分2万7000から2万8000だと思うんで、まあ3000ポイントぐらい貯金できてて、まあいい感じだなっていう。ほんとね、もんぐらいやってるときはガチャのこと考えなくていいから、これいいんですけどね。なんかガチャのこと考えるとね、ちょっと泣きそうになるんですよ。なんか何やっても怒られ続けて成果が全く出なかった私の社会人時代のような、もう、まあ、なんだろう、こう、うつって診断されたことないから、これ軽々しく言っちゃいけないと思うんだけど、なんかもう、うつ的な感じなんですよね。もうちょっと常にガチャのこと考えると涙ぐんじゃう感じで、本当に泣いちゃいそうなんですけど、400連で取る武器と僕の数じゃないですよね。で、なんかエロすぎて、プリプリも逆にプリプリできないし、発砲さ、はい。さりとて、毎日動画にたくさんの高評価、ありがとうございます。ちょっとほんとやめたい気持ちもあるんですけどね。まあそもそも今回のジュリアンテ武器って、マリーンの、メガモンマリーンを倒すための接待武器じゃないですか。でも、こんなことしてるうちに、ね、もうマリーン1ヶ月しか機会ないんだからさ、そもそもいつマリーン狩るねんと言ってか、よく考えたらもうグラマスばっか言ってるとマリーンなんてそもそも狩れないしね。倉庫行ってる間に 3.5 周年来るんですよね。俺いつ使うんだろう、この武器。こんな気持ちで引いちゃいけないんですよね。まあ、貫突じゃないと、もう武器をね、なかなか愛せなくなったこの私の課金帯が悪いんですけども、いやー、自分が好きでガチャ引いてるとはいえ、めちゃくちゃ辛いですね。今日は、出てください。ちょっと、素直な気持ちを話して、そういった点では楽になりましたけど、マジなんかずっと、ずっと涙はたま、なんだろうな、本当になんだろう。まあ、ガチャ仕事でやってるんでしょとか、まあ、経費になるんでしょとか、収益上がってんでしょとか、まあ、そんな声もね、みんなちょっと思うかもしれないんだけど、なんだろうね。もうそういうのじゃないんだよね。もう本当に、まあさっき言った通り、怒られ続けた社会人時代みたいな感じさ、今。やっぱダメだね。人間適度に飴をもらわないと。無知だけじゃダメになっちまうよ。話聞いてた？話聞いてたかな？結構ちゃんと話したんだけどな。その答えが、異世界ということです。はぁ、いや、さっきからね、ちょっとこう、私の中のこう、マグマがね、まあ、多少こう、波打ってて、波と波がぶつかって、チャプってこう、ちょっと水滴が上がるんだけど、もうね、その、怒る気力もないのよ。ちょっとこう、水滴がプッと上がってこう、噴火するかみたいな、の前にもう、このガチャのためにそんな、この感情すら増減させたくないっていうか、もう何せ悲しいんですよ。もうこのガチャのこと考えると悲しいんで、本当にもう、白旗ですよ。もう勘弁してください。本当勘弁してください。おかしくなっちゃいますよ。こんなガチャばっか引かされてたら、いや、もうガチャ怖いもん。嫌な気持ちになるんだもん。課金してる時も引いてる時も、編集してる時も。で、なんか感情が決壊したんでしょうね。マジでなんかもう、すごいなんか、悲しい。涙溢れてくる。でもまあ、声出さなきゃダメだよね。声出さないとやっぱ心が抱え込んじゃうからな。悔しいよー！悔しいよー！悔しいよー！悔しい！悔しすぎる！悔
悔しい。12万返せ、12万返せ、悔しい。ま、叫ぶと多少楽になるのかな。赤ちゃんもね、辛いこととか痛いことをこう意識を分散させるために大きな声で泣くって言うもんね。自分を守る本能ですよ。どうしよう。ドラクエウォークのさ、イーストイベントとか行ってさ、運営さんの誰かがさ、ちょっと気聞かせて、ね、みんなのトラウマを呼び起こしてやろうみたいな感じで、応急魔術師コスプレでさ、まあ、運営さんじゃなくてもさ、他の参加者がさ、イーストのね、リアルウォーキングイベントでさ、応急魔術師装備さ、してたらさ、ぶん殴っちゃうかもしんないね。フラッシュバックしてさ、悔しいよ！悔しい！ああ、本当気持ち悪い。辛い。いやー、マジ辛いわ。こんな気持ちになるとは俺も思わなかったよ。昨日から今日でも明らかに違う、もう。もうさ、ガチャ引きたくないからさ、もうなんか、もう次の予定が今ギリギリなんですよ。これから、外に、飯テロって言ってね、実写動画の方のご飯の撮影に行くんですけども、まあ、もっと早くね、ガチャ動画撮ってもよかったんだけど、もう撮りたくなくて、もうちょうど1時間後ぐらいに出発かな。もうギリ撮って編集できる、もうギリギリまで撮りたくなくて、撮りたくなくて、でももう撮らないと間に合わないから、撮ってます。最近こんなばっか。とりあえず武器一本出そうよ。いやでもなんかね、多分武器出しても辛いままだと思う。なんだろう。いや、想像以上に俺の心に与えられたダメージはでかい。いや、ほんと10年に一度の引き割るなんてさ、これ到底受けられるもんじゃないんですよ、人間なんてもんは。10年後くれよ。リリース10年後に10年に1回の不運引けよ。さあ、行きましょう。武器いただきましょう。ジーランテ様の無知いただきましょう。はい。悔しい！悔しいよ！悔しいよ！俺悔しいよ！悔しいよ俺！悔しいよ！悔しい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 ぞ！ふぅ。はぁ。もう引きたくない。引きたくない。フラちゃん引きたくない。はぁ。はぁ。いやー、なんかさ、この、多分、辛いのは、その、武器引けばひっくり返る状況じゃないのよね。武器一本引きゃ変わるとか、そういう状況じゃなくてさ、武器一本引いてもまだだいぶ不好きなのよ。
武器一本引けたとしてもだいぶ不足な状態で、その武器すら引けないっていう。おら！はぁ！昨日ぶり。はぁ、あ。おい。はあ、もうめちゃくちゃにしてやるよ、もう。お前が悪いんだからな。お前が悪いんだからな！お前が悪いんだからな！あらら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 らおらららららららちょっと待って、皆さん。お前が悪い！お前が悪いんだからな！悔しい悔しい悔しい。